それを判断するのは裁判官であって俺じゃない。結論は明らかだわ。被告には死刑を求刑する。何をバカなことを。言うべき罪人には死を。なんだこれは。心の奥底から湧き上がってくるこの感情は、憎しみ、悲しみ、怒り。体が動かん。実行犯は別の人間かもしれない。だけどそれを指示したのは間違いなくこの男だわ。今それを確信した。意識が催眠術か。犯した罪に相応の罰を。目には目を。罰を与える。彼らの非人道的行為を糾弾し、傲慢な顔を叩き潰すのよ。そうだ、叩き潰さねばならん。あなたは今懐に拳銃を持っている。俺は拳銃を持っている。それで彼を撃つのよ。撃つのよ。撃てん。撃てるわ。あなたならできる。善良な市民の生活を略奪した奴ら、無垢な少女の命を散らした奴ら、撃つの。この男は善良な人間に罪を着せ、証拠を隠蔽するためにカイオン寺と幼い少女を殺した奴。死んで当然だ。報いを受けて当然だ。私には妻と娘がいるんだ。殺さないでくれ。あなたが殺した少女はそう言わなかったというの。殺したんじゃない。あの少女は追ってくる男がいきなり拳銃を奪い、自分の頭へ銃口。それをあなたは自殺というの。女が勝手に自殺を図ったから自分のせいではないとでも言いたいの。勘弁してくれ。私は命令されてやっただけなんだ。命令されて女を貶めるやつに生きる資格など元からないのよ。さあ、ソーマ。ダメだ、手が勝手に。なぜ俺の言う通りにならん。抑えきれない。撃つのよ。もうダメだ。アニオ様。この声は。アニオ様、いけない。この声はミント。リョーコの声に従い、トリガーを引く欲求が理性で抑えきれなくなったとき、ミントの声が俺の頭にこだました。と同時に、あの幻の少女の顔が鮮明に脳裏に浮かび上がった。それは例の寝室で見たあの無垢な少女の笑顔だった。汚れを知らぬ純真な少女の未来、そして希望を奪い去ったのはこの目の前の小心な男だった。俺があと少し右手の人差し指に力を入れれば、この男の人生を永遠に奪うことができるだろう。だが罪を償わせるためにこのトリガーを引くのか。目の前の男は言った。自分にも娘がいるのだと。俺がやろうとしているのはいわば報復である。報復は新たな憎悪しか生まないだろう。まさに今、俺がこの男に抱く感情を新たに量産するだけのことだ。寝室で微笑んでいた少女のことを思うと胸が痛くなる。可愛らしく微笑むあの少女を
胸に抱きしめてやりたかった。この男を殺せば娘が俺に対して同じ思いを抱くに違いない。憎しみの連鎖反応だ。だが少女が抱くのは復讐ではなく純真な夢のはずだ。少女に与えるべきは憎しみではなく優しい愛だ。あれほど身を焦がしていた憎しみが跡形もなく消失しているのを実感した。催眠術からどうやら覚めたらしかった。劇場はもはや俺の心のどこにも存在しなかった。なぜ覚めたの？夢は現実と違うから夢なのさ。俺が見た夢は少々リアルすぎる。この屋敷の少女は悲劇だった。だが憎しみに身を染めるのはもっと悲劇だ。本当にそう思う？なあ、この男には犯した罪にふさわしい罰を与えるさ。だがそれは俺の役目じゃないし、まして少女には不似合いだ。それで覚めたというの？俺は可愛い女の子を見ると愛が芽生えるんでね。憎しみの催眠術など聞く余地はない。らしいわね。涼子、お前が海音寺とどういう関係かは知らないが紙一重だったな。どういうことかしら？俺に拳銃を撃たせたら返す刀でお前を撃ってやる。でもそれはあなたの愛だというの？感じるままに。して、そうは。もっと近くにあなたの体温を感じ取れるくらいに。本当？何が？この男には犯した罪にふさわしい罰を与えると、そう言っていたわ。ああ。少女には不似合いかしら？そう思うね。あなたのおかげでこの事件が解決されたと言ってもいいわ。クリスタルとやらが気になるところだが、殺人事件は解決したと言っていいだろう。あなたはいつも熱かったわ。冷めているようで、触れるとやけどをしそうなくらい熱いのよ。それがあなた。本当言うとね、私ものすごい男性不信なのよ。私の身を焦がした悪い人だわ。でも短い間だったけど、何十年分もの年月に相当するでしょうね。声をかけたあなたの恋人さんに感謝しないとね。私があなたに打たれていたかもしれないから。もう行くわ。さよなら。おい、ちょっと待っ。申し訳ございません。戻りが遅いので迎えに来てしまいました。玄関は鍵がかかっていたんじゃ。鍵などかかってはいません。ここで何をなさっていたのですか？事件を解決したのさ。また一つでっかいのな。そこのおっさんをまず警察に連れていく。お一人で事件を解決なさったのですか？いや、涼子という女と一緒だ。涼子様ですか？もういないよ、行ってしまった。一体何者だったんだろうな。というわけだ。え？よく聞こえない？悪かったな、うちの電話古いんだよ。アニオ様、カップ麺を食しながらお電話なさるのはとてもお行儀の悪いことです。しっしっ、今電話中だ。ですが。なんじゃ今のは。うんうん、
ミント、いいから隣の部屋行っていろ。ち。わかったよ。ほら、もうカップ麺は下げてくれ。長電話にはお気をつけください。小獣人みたいだな、まったく。誰が小獣人じゃ。じいさん、あんたのことじゃない。事件は今、報告した通りだ。後で書面の報告書も送る。わしがお主担当になってから、滅多なことでは驚かん。相変わらずだの。いつの間にか海音寺偵殺人事件を追っていたんだからな。事件を追ってたんじゃない。追いかけられたんだ。俺の才能は知ってるだろ。舞子ちゃんには言わんでええのか。つまらんことを言うな。まあ、海音寺で殺人事件がまさかこんな結末を迎えるとは想像にできなんだでな。ネクサス社はそれでも榎本一人の犯行と白を切ってるらしいじゃないか。会社は何の関係もないらしいぞ。榎本はそこを不良で、すでに解雇手続きをしていたそうだ。トカゲの尻尾切りだな。うまく逃げられたか。起訴はまあ無理じゃろう。榎本の解雇は不当だくらいは言えるかもしれんがの。それじゃあせいぜい給料1ヶ月分の手当を出して終わりだな。榎本は例の舞子ちゃんが弁護するそうだぞ。見に行くかの。彼女がいくら優秀でもネクサスは用意周到な連中だ。おいそれと尻尾は出さんよ。お主がいなければこの事件迷宮入りだったかもしれんの。そういえば今朝唯一の証人が死亡したそうじゃ。証人？おう、海音寺の娘だそうだ。入院していたが今朝行っちまってな。そうか、残念だな。残念なのは舞子ちゃんじゃい。あんなエコを泣かせよってからに。俺の近くにいるとろくでもない目に遭うからな。そろそろ潮時だ。おお、だからザレ言を吐いたというのかい。証拠を握りつぶしてまで。人聞きの悪いことを言わないでもらおう。まあいい。お主、それよりもどうやって見つけたんじゃ、あの証拠書類は。屋敷内の手がかりやら暗号みたいなのを解いてだな。屋敷内？じゃあ1ヶ月も前から内定していたというのか。どういう意味だ。もなかて、あそこはもう1ヶ月前に取り壊されているではないか。悪いな、耳が遠くなったみたいだ。今何と言った。下から埋まっていた証拠書類を見つけ出したのかと聞いておる。あ、どうした。1ヶ月前に洋館を取り壊した、そう言ったんだな。どうしたんじゃ急に怖い声を出して。いや、少し確かめたいことがあってな。悪いが電話を切るぜ。今回の案件きちんとアイドラーには申請しておくぞ。離婚してるよ。そういえば、お主の女房の1年前の検診結果がアイドラーへ送られてきたぞ。舞子から聞いた。もう赤の他人だ。そっちで勝手にやってくれ。1ヶ月前にあの屋敷が取り壊されている？そんなバカなことが。前の晩まで俺はあそこにいたんだぜ。どうせ冗談に決まってる。決まっているが、確かめたい。おい、ミント。はい、阿行様。出かけてくる。例の屋敷だ。お辞めになった方が、まだお疲れのようです。そうも言ってられないんでね。ありえない。俺は昨晩まであそこにいたんだ。絶対にありえない。どういうことだ。ない、あの屋敷はないぞ。バカな、そんなバカな。
様。では、耳。深呼吸をなさってください。で、落ち着かれましたか？ミント、何やってるんだお前。アニオ様が私の手を引っ張ってここまで。そんなことしたか俺。かなり慌てていたようです。ミント、ここでのことを覚えているか？忘れるわけがない。ここに屋敷があっただろう。洋館だ。ミント、どうなんだ？洋館とは西洋風の建物を意味する言葉でしょうか？そうだけど。いいえ、そのようなものは最初からありませんでした。なんだって？どうかしたのでしょうか？だってお前ここに来たじゃないか。はい、私がここへ到着した時、アニオ様とあともう一人の方が荒れ地にいらっしゃいました。俺と涼子か。まさかあの屋敷まで涼子の催眠術だったというのか？涼子様というのは女性でしょうか？胸がこんなに大きい女だよ。私の見間違いでなければアニオ様と縛られた男の人だったようですが。確かか。私は嘘をつけません。お前どのあたりから見ていたんだ？アニオ様が拳銃を男の方に構え独り言をつぶやいているところからでした。じゃあ涼子は？涼子様というのはどういうお方ですか？涼子、一体お前は？海音寺の一人娘の名前が判明したのはアイドラーへの紹介後すぐのことだった。名前は海音寺涼子といい、海音寺殺害と同時に捕らえられ、頭を拳銃で撃たれて意識不明の重体となっていた。入院していた海音寺の一人娘であり、唯一の証人ということだった。だが少女の年齢はまだ10代であり、俺の知る涼子は成熟した大人の女だった。だが、こんな偶然があり得るはずもない。しかし理由はどうあれ、純真な美少女はあの屋敷で捕まり、おそらく自ら自殺を図り、意識不明の重体となっていた。彼女は危篤状態を脱しきれず、人知れず言った。村雨涼子という女性は果たして存在したのか。ミントはそんな女を見ていないという。俺が見た幻だったのだろうか。ひょっとすると、屋敷内で俺が見た数々の幻は、実際にこの屋敷で起きたことかもしれなかった。俺は幻を見ながら、荒れ地を掘り返し、証拠書類を見つけ出したというのか。では主犯の榎本を拉致したのは一体誰なのか。俺の事務所へ電話してきたのは誰なんだ。ジャーナリストの村雨涼子とは一体何者なのか。ペンペン草しか生えていないぜ。本当に荒れ地だったんだな。ここにかつて海音寺の大邸宅が建っていたってわけか。俺が見たようなすげえやつがな。巷では俺のことを凄腕というやつらがいるそうだ。だが俺にはこの事件何も分かっちゃいない。とんだ過大評価だ。名探偵なんて看板は返上しないといけない。そうかしら。そうは、あなたは見事に事件を解決したのよ。ジャケットありがとう。暖かかったわ。そのうちお礼に行くから。あなたの心からの渇望を私が一つだけ叶えてあげる。俺の心の渇望？そうだな、世界征服というのはどうだい？もう行くわね。その時にまた会いましょう。おい、ミント。はい、何でしょう？
今何か言ったか。いいえ。聞こえたか、あの声を。アニオ様の声以外聞こえません。そのうち俺の願いを叶えに来るとさどうやら俺のろくでもない才能はさらに磨きがかかってきたようだぜ。もう一度会ってみたい気もするがな。いつでも来な。待っててやるぜ。事務所まで戻ってきたぜ。ミントがあれこれ立ち回っているようだ。どうするんだ？